はい、皆さん、こんにちは。スケンソーチャンネルのケンです。前回のね、動画で、因子ループチェック表を使って、ライスシャワーのね、因子ループ4頭、できる4頭をね、選ぶことに成功しました。で、今回は、その4頭を使って本格的に因子ループの育成をね、していきたいと思います。で、因子ループのね、作り方っていうのをまだ分かってないよっていう方はですね、前回の動画、概要欄に貼っておきますので、そちらの方でね、チェックしてみてください。で、作戦なんですが、まあ、とりあえずね、ここ、下の4とね、ライスシャワー、ゴールドシップ、スーパークリーク、マヤのトップガン、こういう順番でいけば、常に20丸が出せるっていうのが分かったんで、まあ、最初にね、ライスシャワーから育成していこうと思っております。で、その際にですね、このライスシャワーの父と母、ちょっと分かりにくいからね、この動画ではね、父と母っていう風に言わせてもらいます。で、父の父、ここね、で、父の母。父の母。で、ここは母の父。で、母の母っていう感じで呼ばせてもらいます。こっちの方が多分ね、競馬やってる人からしたらね、わかりやすいし、聞いてる方もね、混乱しないのかなと思うんで、こういう呼び方にします。はい。で、あ、そうそう、作戦はね、ライスシャワーの父のマヤのトップガンと母のスーパークリーク。これのね、マヤのトップガン自身の因子。青因子っていうのがありまして、いわゆるね、能力因子ですね。スピードとかスタミナとか、ああいうやつ。それが星2以上ある状態で育成をスタートしようと思います。だから、マヤのトップガンとスーパークリーク自身に星2の青因子がついた状態でスタートします。はい。で、僕のね、今、殿堂入りした馬娘をお見せするんですが、こんな感じで、ちょっと、恥ずかしいんですけどね。あんまり強い馬がいないんで。で、まず、マヤのトップガンですね。ライスシャワーの父になる。こちらがですね、こいつかな？はい。運よくね、スタミナのね、青因子、星2がね、ついた状態のマヤのトップガンがいます。で、これはね、因子ループ表と同じ配合で育成したんですが、まあ、育成はっきり言ってこれ失敗したんですよね。この能力見てもらってわかる通り。うん。で、成績もこんな感じで、何戦かな？ 9 戦しかできてません。9戦3勝。はい。ですがね、これ相性が20丸だったんで、まあ、運よく星2をね、拾えたのかなって感じですね。ライスシャワーの父はこちらでね、育成していきたいと思います。で、ライスシャワーの母になるスーパークリークの殿堂入り見ていくと、残念ながらね、持ってないんすよね。スーパークリーク自身に青因子の星2以上。うん。こういう感じでね。でね、一番いい成績を残したスーパークリークなんですが、これ結構能力値は高くてね、成績自体もね、一応ファイナルズ、予選までは行けたんで、まあ、失敗とは言えないんですが、これ相性20丸だったとしてもね、どうやらね、この青因子は、ここの5つのね、能力の中からランダムで1つね、選ばれるらしいです。残念ながらね。で、その時にもね、法則があって、パロメータが B 以上だと、星3がつきやすいみたいです。はい。で、今回は運悪くね、賢さの方をね、選ばれてしまって、賢さがね、D プラスしかないんで、おそらく D プラスだと星3は出ないと思います。で、星1ですよね。さっきの前のトップガン星に出てたのに、こっちの方が成績とか能力いいのに。これもね、多分ね、運だと思います。はい。だから三角とか、相性三角よりは20丸の方が、いい確率で星2が選ばれるとか、まあ星3が選ばれるか。とか、まあそういう感じだと思います。まあ全容はね、分かってないんですか、ね、ないんですけど、はい。フレンドさんの強いオペラ王かな。オペラ王を選ばせてもらったんですが、まあ、運悪くね、ここ、星2以上は出ませんでした。で、今回育成するライスシャワーとの相性を見ていくと、これかな。うん、パワー、スタミナが12なんで、こちらが星2因子を持った、自身にね、マヤのトップガン。で、先ほどの、こちら、スピードがもう21上がってっからね。これなんで21上がるのかって言ったら、このフレンドさんのね、この星さんのおかげです。はい。こちらを、父と母に選んだんですが、これ相性ね、運よく20丸になってます。で、おそらくね、
ここのオペラ王がこの4頭の組み合わせと相性が悪かった場合は二重丸にならないっていうパターンもね絶対あると思います。でここね前回の動画でも言った通りインブリード、あ間違えた、押しちゃったしてるんで、ここで相性の底上げがね行われて一応二重丸をね、キープできてるって感じだと思います。でそうですね、まあフレンドさんから借りてきた方が絶対に育成は楽なんですが、ここ相性二重丸にならないっていう可能性もあるので、まあなんとかね、試してみるしかないかなとその辺は思います。はい。でなんでね一番最初に父と母にマヤのトップガンとスーパークリークに星2の印紙をつけたいのかというと、星2の印紙をね両親に持った状態でライスシャワー育成成功する、まあ育成成功っていうのは僕の中では星2以上の印紙がライスシャワーにつくってことですね。青印紙ね、そういうライスシャワーができた時はこっちにね今度使います。はい。でここに見つかった場合ですね、まだねここの下のねマヤのトップガンとスーパークリークが残ってるんですよね。ですのでここね全部で合計星2以上が、星2以上じゃないな、星6以上が確定した状態になるので、能力がね結構上乗せされるんで育成が楽になります。でここで使う馬娘 C っていうのが一番最初に使ってるマヤのトップガンなんで、ここもね一応星2になります。はい。でこの状態でゴールドシップが育成成功すると今度こっちに使えます。でスーパークリークに使うんですが、ここ全部ね星2以上が確定した状態で、ここで使うライスシャワーは一番最初に育成成功した馬娘なんで、ここも全部ね星2以上になるって感じですね。でここでスーパークリークの育成が成功するとこっちに来る。でここも全部ね星2以上が確定した状態になって、でここで前のトップガンが星2以上、まあ、できれば3、2周目はねになってほしいってなると、ここにまた戻るっていう感じですね。なので一番最初にねのここの親ですね、ここを星2以上の印紙を持った状態にすると、まあ成功しやすいのかなっていうか、強い馬ができやすいのかなと思っております。はい。ですのでまあ今回ね育成していくのは、自身にまだ星2以上の印紙がついてないスーパークリークを作成していこうと思います。で先ほどのね相性で運よくライスシャワーと二重丸になってたんで、よいしょ、どうだっけ、どんな組み合わせだっけ、これか、ゴールドシップこれと、ちょっと待ってよ、ゴールドシップも何ともいるからね、根性と長距離持ちのゴールドシップどれだっけ、これだろうな、よそうだね、このゴールドシップとまたねレンタルで借りて極強いね極強いオペラ王さんをお借りして育成していきたいと思います。でこれで成功してスーパークリークに星2以上の青印紙がついたら、初めてねライスシャワーの育成を始めるっていう形です。で、まあ、育成の様子はね、ちょっとまた次回以降にお見せしたいと思います。はい、ということでね、今回の解説は以上になります。で、まあ、これ、印紙ループせっかくできる組み合わせ発見してもね、なかなかね、僕うまくいかなかったんで、多分一番最初がね、肝心だと思います。まだこれ僕やってないんでね、なんとも言えないんだけど、多分理論上は、こっちの方がね、スタートがいい方がどん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 ね、いい馬が出やすいと思うので、まあ一番最初はね、強いフレンドさんの馬娘をレンタルして、で二重丸を作っていくっていうのがねいいかもしれません。はい。ということでね、今回の動画が参考になった、面白かったよっていう方はですね、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。で今後もまあ馬娘の動画上げていきますんでね、よければ応援の方引き続きよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。